こんにちは。体の枝10万円勝負です。今日は2019年の10月6日です。現在の枝コインの値段が、4.1 円ですね。はい、あまり変わってないです。はい、この週末土日なんか動くかなと思いましたけど、月曜日なら動くかなという感じがしますけど、どうでしょうか。2.4% 下がっているということで、ちょっと 2.3 円とかついてるんですね。はい、出来高もあまり変わってないです。はい、じゃあチャートを見てみます。これは週足ですね。はい、週足でもう2週間このガーンと下がって 4.2 円あるいは 3.9 円の間でフラフラしているという状態です。はい、じゃあ日足ですと、はい、日足ですと少し上がってる感じがしますね。はい、ちょっとここで、まあ、こういうレンジという見るか、こうね、アセンディングトライアングルと見るかというところですけど、はい、じゃあ4時間足で見てみましょう。あ、これ15時足、15分でした。すいません。4時間、もう困りますね、このチャートは。4時間、こうですね。で、やっぱちょっとアセンディングのトライアングル長く作ってますね。はい、下に抜けるのか上に抜けるのか。ちょっと、ここ1日、ずっと上にくっついてましたけど、今また今度下に持ってきて、こういくのかな、こういくのかな、あるいはもうちょっとここでうだうだするのかなというところですね。はい、やっぱりここどう相場を見るんですかね。ここでいっぱい売りが入ってるわけですけど、ここで逆にここで値段を下げながらこう仕込んでる人がいると、なんか捨て筋みたいのもいるのかなという気がしますけど、どうでしょう。はい、今日はですね、いろんなツイートがありますけれども、もうですね、この方、ブログ更新しました。体のエイダーステーキング開始と表発表。ガチをしているだけでエイダーを増すことができるステーキングとはということで、体のところで、こういう発表があったらしいです。はい、仮想通貨体のエイダーがステーキング開始発表ということで、シェリーが何かあったんですかね。チャールズ・ホスキンさんは9月末に行われるブルガリの体に講演した際に11月までにインセンティブテストネットを開始する予定だと述べましたということですね。はい、で、体のエイダーで開始するステーキングって何、体のエイダーステーキングのお金ってどこかが来るの、11月に体のステーキング実質的に開始と、シェリー完全移行しウォレットに入るのは2020年、筆者の考え、お探しこちらでよろしい、体のエイダーの買い方方法ということで、はい、ステーキングって何、ステーキングとは、鎧ウォレットまたはダイナスウォレットに保管しておくことで銀行のレシートの形で報酬を得ることを言いますということですね。はい、ただ、24時間オンライン状態にしておかなければなりませんと。あとは、これはプルーフオブステークですと。コインの保有量と保有期間によって報酬が発生する仕組み、体の保有者の偏りがなく分散させるため、委任先や大きなプールよりも全体の平均規模のプールに委任すれば報酬を得られるようです。これはちょっと分かんないですね。特徴を踏まえて委任先を決めていく必要があります。そう、委任先を決めるんですね。はい、3から 12% ということですね。はい、ステーキングのお金はどこから出るの、準備されているコインから支払いされると。割引です、取引手数料、原資にステーキングの支払いが行われる予定と。10月はね。で、11月までインセンティブテストネットを開始。年内に予定したシェリーのバージョンアップは完全にされないということで、ステーキングの委任を年内に開始するのは確実と。だから委任はするけども、まだバージョンアップできないということで、報酬はもうちょっと後かなということですね。開発の際それも安全に使えることが社会のインフレになるには必要と、これはずっと前から言ってますよね。はい、ウォレットに入るのは2020年ということですね。あとはこの方の考察ですね。はい、はい、以下このような記事ですね、有料な記事を書いていただいているので、気になる方はご覧になっていただけるといいかなと思います。はい、値段の再確認ですけど、4.13 ですね。はい、14,012.9×4.13。
10万円です。はい、42,126円、127円の含み損ということですね。はい、42.1% マイナスということで、はい、月曜日になりますので、今週どのように動くか楽しみです。はい、今日もご視聴いただきましてありがとうございます。失礼いたします。